ジャニーズ問題でお聞きします。先週再発防止委員会再発防止対策チームが調査報告書をまとめまして、ジャニー氏の1950年代以降から、度重なる性加害を認定し、それを放棄隠蔽していたメリー氏、また、ジュリー社長の責任問題にも追及し辞任を求めています。メディアの問題、加害性にも触れておりましたが、この報道、各社かなり大きく一面トップで扱っていた場所ところもありますけれど、どう受け止めたか、でこれを含んで、今日当事者の会の方たちがまた記者会見をしますが、政府の側にもですね、この調査報告書をもとになぜこのような事案があったことを、警察サイドも捜査をしていなかったのか、元ジュニアの方たちからですね、取材をしている限りでもかなりの方たちが、交番に相談をしてみた、弁護士に相談をしてみたというお話が出ています。これ警察がですね、なぜこれをやらなかったということを含めて、この調査報告書をもとにヒアリングをしてほしいというお話をされています。これにどういうふうに政府として対応していくつもりかお聞かせください。まずご指摘の報告書に関してでございますが、ジャニーズ事務所の外部専門家による再発防止特別チームから同事務所に対して調査報告書が提出をされ公表されたことは承知しております。性別にかかわらず、またどのような状況に置かれた子ども若者であっても性犯罪、性暴力の被害に遭うことはあってはならないことであります。政府としてはこれまでも子どもへの性犯罪、性暴力に対する取り組みを進めてきたところであり、また先般、小倉大臣の下で関係府省が取りまとめた子ども・若者の性被害防止に対する緊急対策パッケージなどに基づき、すべての子ども・若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、着実に施策を実施していく考えであります。なお、個別の事業者の対応についてコメントすることは差し控えますが、個別の事業者における事案について、当該事業者において適切に対応されるべきものと考えております。関連で個別事業者のことを聞いているのではなく、警察がなぜ被害届を出そうとしたときに断ってきたのかとかですね、そういった警察の対応を問題視しております。北浩二さんという、光源氏へという、ジャニーさんの性加害を告発した本を書かれた方も、34年前ですけれど、元ジュニアの方たちが警察に行っても相手にしてもらえなかったという話をしております。から私がインタビューしている方たちもですね、何人か、届けを出そうとしても、動画はあるのかとか、体に唾液がついているのかと、時間が経ってから、被害から PTSD になっている方たちもいるんですが、そういうことを言われて、警察に届けを出すこともできなかったと。また他の方ではジャニーズジュニアの方がお母さんと一緒に警察署に行ったけれども、その場に警察官がジャニーズ北川氏を再度を呼び出して結局そこで帰らせたと、こんなひどい話もあったそうです。つまり個別の企業がしっかり対応するだろうではなくて、警察がなぜ捜査をしなかったのか、届け出があったかもしれない、で届け出が出そうとしたのになぜそれを拒否したような事例が今出てきているのか、これですね、警察だけでなく政府全体で取り組む必要があるんですが、いまだにそのつもりがないということなんでしょうか。警察の問題を聞いています。まずお尋ねについては、捜査当局において個別具体の事実に即して法と証拠に基づき判断するものと承知しています。政府の立場として、捜査当局に対し特定の事案に関して捜査を求めたり確認を求めたりすることは、中立公正であるべき捜査当局の判断に影響を与える恐れがあることから、そのようなことを現状考えておりません。はい、関連で捜査をしてない警察の問題が指摘されているのに、勝手に警察にその判断を任せているということ自体非常に問題だと思うんですが、再三何度も、国連の作業部会の専門家の方たちも政府が主体となってこの問題に取り組めと言っているけれど、ヒアリングさえしないというお話を言及されていました。で先週のヒアリングでは、こども家庭庁の担当者が今後、当事者の会の方たち含めたジャニーズジュニアの被害者の方を聞くかどうかは、含めた検討するというような話までしましたが、これそういう意味では国がですね、今回の報告書を受けて踏み込んだ調査ですねをするつもりがあるということなのか、
この間担当課長がそこまで言及しました。それからその警察に任せるというお話自体が非常に無責任なご発言だと思います。警察の問題点を私は指摘してるんですね。それに対して政府としてどう取り組むべきと考えるのか、もう一度お答えいただけますか。まず今回の報告書の性質は、ジャニーズ事務所の設置したチームが同事務所に対して提出したものと承知をしており、その個々の記載内容に関してコメントすることは差し控えさせていただきます。その上で、従前から申し上げています通り、また先ほども申し上げましたけれども、政府の立場として捜査当局に対し特定の事案に関して捜査を求めたり確認を求めたりすることは、中立公正であるべき捜査当局の判断に影響を与える恐れがあることから、そのようなことを行う考えはありません。はい、関連で。すみません。ということであれば、まあ、今後ですね、まだ今 声を上げるか悩んでいる方たち、10代20代の若手 の、まあ、タレントさんや元タレントさんがいらっしゃると聞いています。まあ、こういった方たちが過去の自分たちが受けた犯罪に関して被害届を出すということであれば、警察としてはしっかり取り組むというおつもりなのか、それからずいぶん前に2000年に青少年特別委員会の中で自民党の坂上議員がしっかりこの問題に取り組んでほしいと性加害問題のことを指摘した後、取り組んだかどうか、警察庁とかは何か やったんですかという質問に対して、まあ、2004年の、まあ、調べたけれど、その頃とに関する資料はなかったと、官房長官をお答えしたと思うんですが、資料はなかったということは、まあ、そのジャニーズ事務所に対して何らかの対応をしたということが残されている、記載されている資料がなかったと、こういう理解でいいですか。2つ聞きました、ね。お尋ねにつきましては、捜査当局において、個別具体の事実に即して、法と証拠に基づき判断するものと承知をしております。資料がなかったについて答えてません。資料がなかったというお話を回答されましたよね、私に。2000年に特別委員会で、きちんとこの問題については対応してきますと、警察庁、厚生省、法務省が対応してきますと答えて、それ以降、2004年に性加害が民事で認定されたときに、何らかの対応したのかどうかと確認してくださいとしつこく聞いていたら、一度だけその2004年、その頃に関する資料がなかったという回答をされたんですね。ジャニーズ事務所に関連するということだと思います。つまりそれは何らかの対応をしたという、性加害に関して何らかの指導、助言をしたという、そういった資料が一切記録上残ってないという理解でいいですか。まずご質問をいただく前に、会社のお名前と本人のお名前を言っていただくとありがたいと思います。はい、ご指摘の民事訴訟後にジャニー喜多川氏を捜査対象としたか否かといった点については、個別具体の事案に関することでありお答えを差し控えますが、一般論で申し上げますと、刑事事件として取り上げるべきか否かについては、民事訴訟の動向に関わらず捜査当局において法と証拠に基づき判断するものと承知をしております。先ほど緊急対策パッケージについて、性被害防止に対する緊急対策パッケージと発言いたしましたが、正しくは性被害防止のための緊急対策パッケージでありますので訂正をさせていただきます。東京持ちです。ジャニーズに戻ります。捜査対象にしたかどうかも言えないということですが、かつて資料がなかったとやや踏み込んだ回答をしたのはなぜなのか、それから確実に後退しているように今聞こえます。それから当時は飲酒喫煙に関しても報道が出ていました。私がインタビューした大島幸寛さんという元ジュニアの方も、合宿所に誘われたその日にコンビニに寄って、好きなタバコないのと買えばと言って、マルボロのメンソールの、タバコを買ってもらったという話をしています。でこの飲酒や喫煙に関しては当時警察庁の局長が、指導を行ったと、反省文を書かせて指導を行ったというところまで言及していますが、性加害については一切何もしなかったとすれば、とんでもない抜けた対応だと思います。この間言った資料がなかったということから、なぜ後退したような回答に今なっているのか、それから大島さんの発言に関してもう一つ私が聞いた取材でですが、彼はですね、ことごとく、ジャニーさんに気に入られてたので2人になる時が多かった、その中で2回の記憶として、ジャニーズジュニアの、売れっ子のタレントさん自身がですね、
性加害を起こしてしまって、これからこれを揉み消してくると言って、まあ、部屋を出てった、ホテルの部屋を出てったということが2回あったそうです。で、この先、警察に行ったのか、被害届を出そうという女性の方に行ったのかわからないけれど、もし警察がこれに絡んでいたとすればとんでもない話じゃないかというお話もされてました。こういうことを含めて適切な捜査が果たして警察がしたんでしょうか。もしかしたらいろんな被害届が出るかもしれないのに、それをまあ穏便に済ませようとした可能性もあるんじゃないかと、こういった証言から伺えるんですね。こういったことを含めて警察の中にその捜査に対する問題意識、これを立件するすべきだという意識がなかったんじゃないかということを問題視しているわけです。当事者の会の方たちとか他の被害者の方たちは、これについて、まあ、どう思うのか、まあ、一般論でもいいですよ。もし個別言えないなら、これがもし立件されてこなかったとしたらとんでもない話だと思うんですが、いかがですか。まず先ほど従前の私のお答えに対するご指摘がありましたが、2000年当時警察庁がどのような対応を取ったかについては警察庁にも資料がないため確認できないと承知していると答弁したことはその通りでございます。続きましての個別の警察の個別事案に対する対応に関しましては、従来からまた先ほど来繰り返し申し上げている通りでございますし、家庭の状況を挙げた上でのご質問に関して、家庭の事案に関して、家庭の状況に関してお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。すみません、この後公務がございますので最後の質問にさせてください。はい、です。家庭の話をしておりません。まあ、そういう話をした証言者が何人もいるんですね。警察が今私の質問を聞いている方たちはきっとそれだけいろんな被害届を出そうという動きがあったのに、なぜそれを警察が断ったかという事実について私は聞いてんですね。それを調査すべきじゃないかということを聞いているのに、警察に対して警察がやってることに口出しはできないということになれば、警察の問題点を指摘する人はじゃあ誰がするのか。私はこれ被害者たちの声をそのまま届けてるんですよ。やらないでいいでは済まされないんじゃないでしょうか。いかがですか。警察の個別事案に対する対応につきましては先ほど来申し上げている通りでございます。ありがとうございました。